にちは、ジーナです。今日は前回の続きいきましょう。今週のコンビニ新商品のパンとスイーツの後編をお送りしたいと思います。買ってきた商品はこちら。まずね、ファミリーマート、これ見てくださいよ。天使のチーズケーキ自体は新商品じゃないんですけど、ここです。ここだいたい 40% 増量。今週ね、ファミリーマートはいろんな商品がね、このだいたい 40% 増量で出てるんですよね。 40% ってね、結構でかいですよね。あとは前編の最後でもちょっと触れましたが、ローソンですね、ごちそうシリーズ、層を楽しむカップスイーツシリーズですね。こちらまた新作3種類出ています。そしてこれなんか結構反応皆さん良かったですね。セブンイレブンの御三焼き無事買えました。これもまた食べていきましょう。後半は全部で7品チェックしていきたいと思います。はい、では溶けたらヤバそうなこれからいきましょう。ファミリーマートです。冷やして食べるフレンチクルーラーミルクホイップ。これ前も出たやつですよね。これあの私が天ぷらの衣みたいだって言ったあれじゃない。はい、中から出すとこんな感じです。表面にはミルクチョコのコーティングとホワイトチョコがかかっています。はい、断面はこんな感じです。中にはミルクホイップが入っています。ほらほら、これ生地が天ぷらっぽくない？うん、やっぱりなんか蘇る天ぷらの衣感。それいや悪い意味じゃないんですよ。それがね、冷たくてサクサクしてるからすごい気持ちいい。でその間からミルクホイップ。ミルクホイップはね、そんなにミルク感強いって感じはない。普通なんか生クリームとかに近い感じ。生地が結構分厚くて食べ応えがあるのと、生地自体の風味もあるんですよ。だからこのシンプルなクリームの風味がね、すごく合ってますね。でしかもチョコレートもかかってるから、しっかりチョコレートの風味も感じられて、生地、ミルクホイップ、チョコレート、この組み合わせがとてもいいです。このフレンチクルーラーはね、私ね、この冷やしのタイプが好きですね。プラスミルクホイップとチョコレートのね、コクがいい感じです。ぜひ試してみてください。うん、はい、では増量したこれいきましょう。天使のチーズケーキだいたい 40% 増量。はい、蓋を開けるとこんな感じ。もう天使のチーズケーキといえばね、この部分ですよね。スポンジの、これクランブルって言ったらいいのかな。この商品のね、一番特徴的な部分と言ってもいいんじゃないでしょうか。そしてこれをすくうとね、もう本当にふんわり柔らか、チーズムースやカスタードクリームなどを重ねてできたチーズケーキです。前も取り上げてますけどね、私自身すごい久々に食べます。味はしっかりコクがあって、チーズの風味も濃厚なんだけど、とにかく全体の舌触りが優しいんですよ。下のチーズムースはすごくキマが細かくて、本当に滑らかなクリーム状だし、その上にかかってるスポンジがね、また優しい。結構ずっしりしてるんだけど、そのスポンジのおかげですごい軽く感じるんですよね。でも実際は軽くないから、ちゃんと食べ応えもあるんですよ。でね、あの気のせいかもしれないけど、やっぱサイズが大きいから、その味とか食べ応えとかいろんな要素がね、4割増しぐらいになってる気がする。これもともとどこでしたっけ？ AMPM だっけ？サークル系サンクスだっけ？そこからの復刻版ですよね。でも常に店頭にある商品じゃないんですよね。今なら 40% 増量で若干大きくなって戻ってきてますので、気になる方はこの機会お見逃しなくお試しください。はい、ではローソンのごちそうシリーズいきましょう。じゃあまず一番あっさりしてそうなこちらからいきます。ピーチ&杏仁ゼリー。はい、蓋開けとこんな感じ。かわいいですね。上側がピーチゼリーになっていて、で中にこの桃の果肉と、あとなんかピンク色のね、ゼリーっぽいのも入ってますね。でその下側が杏仁ゼリーで、一番下にも中でピンク色の層があります。じゃあまず上側のピーチゼリーの方から。このピンク色の物体は何なんでしょうね。うん、あのなんかね、桃味の何かだけど、まあゼリーなのかな。つるっとした感じじゃなくって、ちょっとね、わらび餅っぽい柔らかさのある、まあ、ゼリーっぽいのが入ってます。で桃の果肉が入ってるのが嬉しいですね。うん、シャキシャキしてる、そうフレッシュな感じで、その下に杏仁ゼリーと、一番下にもね、ちょっと桃っぽい要素があるんですよ。うん、
爽やか。杏仁ゼリーはね、この間私が言った結構柔らか滑らかな杏仁ゼリーとは違って、でもね、いかにも寒天みたいな、なんかね、つるんとしすぎてる感じもないですね。一番下ソースかなと思ったんだけど、一番下もちゃんと固まってますね。うん、桃のゼリーかな。全体的に桃が強めなんだけど、そこにあの杏仁のね、ミルキーさが来るのがね、すごくデザート感がアップしてていいですね。はい、ではフルーツ系もう一ついきましょう。パインとキウイ&ヨーグルトゼリー。はい、蓋開けるとこんな感じ。一番上がね、パインゼリーですね。さっきのピーチゼリーよりもなんかこうドロッとした感じの見た目に見えます。で、その下側にヨーグルトゼリーで、一番下にキウイソースです。じゃあ一番上のパインゼリーから、さっきお見せしたドロッとしたゼリーと一緒にパインの果肉も入ってます。うん、めっちゃ甘い。パイナップルが甘いというよりも、すごい中で砂糖漬けされたような濃縮パイナップル果汁って書いてあるから、その部分がそう感じさせるのかな。あんまりね、フレッシュな感じはね、感じなかった。あのパイナップル加工品みたいなパイナップルの風味と甘さですね。で、やっぱりね、ゼリーの部分はドロッとしてるというよりは固めのゼリーをね、こう崩した感じ、ちょっともちっとしてて美味しいですね。で、その下にヨーグルトゼリー。すごい中でねっとりとしたヨーグルトゼリー。さっきの杏仁ゼリーがこの食感だったらいいなって思えるような、結構ドロッとしてて固形なんだけどすごいクリーミーな感じのゼリーですね。こんな食感のヨーグルトゼリーが市販されてて欲しいなって今ちょっと一瞬思っちゃった。で、一番下にキウイソース。あ、こっちはね、ちゃんと液体だ。もうまさにキウイソースって感じ。うん、もう一番下だからいろいろ混ざっちゃってよくわかんないけど、こっちはちょっとね、人工的な味だな。パインとキウイが両方かなりね、加工された味がする。フレッシュ感はないけど、このヨーグルトゼリーの食感のためだけにこれぜひ試してみてほしい。これちょっと滑らかでずっしり濃厚な感じの食感好きなんですよね。うん、その強いヨーグルトに味の濃いパインとね、キウイがすごく合ってます。パインがね、甘々なんだけど、キウイがすごく爽やかにしてくれてますね。はい、ではこちら一番私がちょっとね、楽しみにしてたというか一番気になるフレーバーですね。バニラ&コーヒーゼリー。はい、蓋を開けるとこんな感じ。まず出てくるこの丸いやつ、これがね、バニラムースだそうです。そして周りにコーヒーソース、その下にホイップクリームがあって、一番下がコーヒーゼリーですね。これホイップクリームが入るといろいろ分かんなくなっちゃいそうだから、まずバニラムースとコーヒーソースいきましょう。なんかコーヒーソースめっちゃ濃厚そう。何これ、これは今からなんか薄めで飲むのが正しいっていうのも原液をそのまま注いじゃったような感じですよ。コーヒーも強いんだけど甘みも強くて苦みもあります。で、バニラムースがね、思ったよりそんな強くないのかな。うん、バニラムースはね、あっさりですね。でも結構しっかりボリュームがあるから、まあこれ全体食べるとバランスが良くなるのかもしれない。バニラムースだけ食べたらね、思ったよりあの強くなかった。まあ、ただやっぱりね、どこまでもバニラなんですよ。これ例えばコーヒーゼリーのコーヒーフレッシュみたいな味だったら、コーヒーゼリーと似たような感じになっちゃうからちょっと嫌だなと思ってたんだけど、やっぱりね、バニラ感はしっかりありますね。じゃあその下のホイップクリームとコーヒーゼリーまで一気にいきましょう。わあ、これコーヒーゼリーもね、めっちゃしっかり固まってて色が濃いです。やっぱこういうものはね、一気に食べないとダメだ。バランスちゃんと考えられてますね。あのさっきね、あっさりだったバニラムースも一気に味がね、引き立てられて、さっきめちゃくちゃ濃かったね、コーヒーソースもちょうどよくなりました。ホイップクリームが入ることで味がね、引き締まるし、いいですね。美味しい。コーヒーゼリーっぽいんだけど、ちゃんとバニラの風味が生かされてて、決してコーヒーゼリーじゃないんですよ。で、上にかかってるコーヒーソースが甘さもコーヒーの風味もプラスしてくれて、でもあくまでも主役はコーヒーなんですよ。さっきも言った通りバニラムースがね、そこまで前面に来る感じじゃないから、これはやっぱりね、コーヒー好きの人に食べてほしい。あ、ホイップクリーム美味しい。全体的にやっぱね、コーヒーが風味が強くて苦味もある程度あるから、コーヒーソースと中のホイップクリームにしっかり甘みが効いてるのがね、さらにそのバランスを良くしてると思います。今回の3種類なかなか良かったですね。でも私はやっぱりコーヒー好きだから、このコーヒーのやつが一番おすすめかな。気になるところでぜひ食べてみてください。はい、ナチュラルローソンロカボシリーズですね。枝豆チーズパン、これね、リクエストもいただいたんですが、私も個人的に気になってて、今日ちょっとね、数が少なかったんで惣菜パンですが入れてみました。
はい、中から出すとこんな感じです。中に枝豆が結構ゴロゴロ入ってますね。はい、断面はこんな感じです。今切ったらね、このチーズの部分がグラタンみたいな感じでかなりね、クリーミーでしたよ。うん、枝豆のね、豆感とチーズのクリーミーさがめちゃ合う。しっかりチーズですよ。チーズがかかってるような惣菜パンとかあるじゃないですか。あれでよく感じる香りがもう袋開けた時からずっと香ってるんですけど、それで打ち消されてるだけかもしれないけど、ロカボっぽい風味全然しない。でこれチーズも入ってるし、あの糖質オフの製品にあるあるなんだけど、糖質落とす代わりに脂質が高いってもの多いんですけどね、これはね脂質もねちゃんと低い。これ1個あたり糖質が 8.7g なんですよ。で脂質が 3.8g。 チーズの惣菜パンとしては脂質の量もね優秀ですよ。このシリーズあんまり惣菜パンないんだけど、これはちょっとね嬉しいですね。パンも食べられて、でしっかりチーズの風味も感じられるっていうね。あのダイエット中、このパンとかチーズとかってやっぱ食べたいって思えてくるものの一つだと思うんですけど、こういう形で食べられたらいいんじゃないですかね。これ個人的にもね、ちょっとまたリピしないなと思いました。気になる方はぜひ試してみてください。うん、はい、じゃあ最後セブンイレブン行きましょう。御三焼き、やっぱ私すっかり忘れてましたけど、これね冷蔵品なんですよね。大丈夫かな、一番後回しにしちゃって。はい、中から出すとこんな感じ。もうね、卵の香りがプンプンしてます。そしてこの商品はなんといってもこれですよ。裏面にザラメがついてます。美味しそう。はい、断面はこんな感じです。もうねふっかふか、そしてね鮮やかないい色ですね。ザラメが、あのね、せっかくふかふかだからもうちょっとそこも堪能したいんだけど、ザラメがつきすぎてて場所によってはね、そっちが気になっちゃって全然この生地の方にね頭がいかないの。あ、やっぱりね卵黄が濃い。これ卵黄多めの生地なんですよね。5対3だったかな。もうとにかく卵のあの黄身の味をすごく感じる。でこの食感ふかふかなのもね心地いいしね。でやっぱり、ね、黄身が濃いから味がシンプルなんですよ。あ、もうこれ卵の味だなっていうのが本当にストレートに伝わってくるのがすごくねいいなと思う。食感風味がすごく分かりやすい。でただそれをね、このザラメが結構場所によってはねだいぶ邪魔してくるんで、これザラメついてるのはすごい美味しいんだけど、あと食感のアクセントになっててもいいんだけど、だからもうちょっと散らばせてほしいなって、これ前も同じコメント言ったような気がする。結構ね場所によってね固まってるんで、そこはちょっとねザラメの方に意識が全部持ってかれちゃいますね。まあそれがまた美味しいんですけどね。前回この御三焼きの話をしたらすごい反応が良かったんですけど、これやっぱり人気ですね。今ならまた買えますのでぜひ試してみてください。うん、はい、ごちそうさまでした。後編も美味しくいただきました。今回のおすすめはですね、まずはローソン、あのごちそうシリーズなんですが、やっぱね私はあれですね、コーヒーのやつがおすすめですね。バニラ&コーヒーゼリー、アフォガードをイメージしたということなんですけども、まさにねあんな感じ。コーヒーゼリーとはね明らかに違う、だとバニラ感とかすごいねデザート感がアップしてて、でもやっぱり主役はコーヒーっていうね。で特にそうコーヒーがすごく強くて、上にかかってるねコーヒーソースがすごい良かった。コーヒー好きの方にねぜひ試してみていただきたいです。で同じくそのごちそうシリーズ の, あのパインとキウイのやつ、真ん中のねヨーグルトゼリーがすごいちょっと特徴的だったんで、気になる人はねそっちも食べてみてほしいですね。ちょっとねパインとキウイ甘すぎたんですけど、あのヨーグルトゼリーはねなかなかないなと思って、あれだけちょっと個別に商品化してほしいぐらい、結構いい感じのね食感のゼリーでした。まあとはですね、天使のチーズケーキ、私あの、ね、40% 増量のやつ限定であの商品好きです。普通サイズだとあれ結構全体がふわふわしすぎてて、ちょっと私にとっては物足りない商品だったんですよ。ただ今回のあの 40% 増量バージョンになると、下側のねチーズムースとかカスタードクリームのずっしり感とか濃厚さがねより伝わりやすくなってて美味しかったですね。多分ね上のあのスポンジの比率がね多すぎるんじゃないかな、普通サイズだと。 40% 増量バージョンはその辺がねずっしりきたんで、私はやっとこれでバランスが良くなったなというふうに感じました。ちょっとねこれも気になる方は食べてみてください。はい、というわけで前編後編お送りいたしました。今週末ねまた動画出します。8月に入りましたのでマンスリー系もどんどん行きましょう。今週末はスーパーのパンですね。まだちょっとラインナップ調べてませんが、今月もまだまだ夏っぽいのが続くんですかね。皆様もお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。
はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。